皆さんこんにちは、渡辺楽器店のすぐりです。今日は、またギターの紹介の動画にさせていただこうかなと思うんですけれども、今回は第3弾ということで、また新たに、店頭にある在庫のギターを、皆様に、少しご紹介できればと思っております。はい、ということで、今回、ご案内するギターはこちら、はい、こちらですね。ローデンという、アイルランドのギターメーカーさんの、ブランドのギターで、品番が F50 の、アジロンナックスプルースアフリカンブラックウッドという、仕様になります。はい、まず、ローデンというブランドのギター、皆様ちょっとブランド名は、耳にされたことあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、冒頭にお伝えしたようにアイルランドという、島国の、国で、作られている、アコースティックギターのメーカーです。まあ、有名な、アーティストさんで言ったらエド・シーランがアイルランド出身なので、その縁で結構ローデンを作ってて、使用されてて、最近だと、自分のモデルみたいなのも、出されているので結構有名になってきたのかなというふうに思うんですけれども、こちらはジョージ・ローデンさんという方が立ち上げたブランドで、その方がまあルシアさん、というふうな形で、まあ、こういったギターを作られたという形ですね。で、ローデンに関しては、まあ、音の特徴っていうのはちょっと後でお伝えしようと思うんですけれども、まあ現状すごくまあ高価なギターであることはまあ皆様ご存知だと思うんですけれども、ブランド力もさすがに一流で、今まあヨーロッパ系のブランドってそこまで強いブランドが今なくて、やはりまあ今アメリカのブランドがまあ世界のトップクラスという形で全て有名な状態になっているんですけれども、その中でもローデンというのはまあ異色で、アメリカナイズの音ではなく独自のサウンドを持っていて、それでいて世界中にたくさんのファンがいるっていう風なブランドになります。はい、じゃあまず、このギターのちょっとご紹介させていただこうと思うんですけど、これ実はね、中古のギターになります。はい、で、まずは状態なんですけれども、もうねほとんど、まあ、ちょっと実際見ていただいたらある程度わかると思うんですけれども、まあ、動画でちょっと伝わりにくいかもしれないですが、まあ、ほぼ傷がないですね。もう新品同様ぐらいのクラスの、コンディションというふうな形になりまして、なんかね、ピック傷みたいなのも探すのもちょっと大変かなっていうぐらい本当に、はい、もうピカピカな状態というふうな感じです。で、年式は2017年なので本当数年、まあ、3年前のギターというふうな形になります。で、トップの木材なんですけれども、ちょっと真っ白なんですけれども、これアディロンダックスプルースが使われています。トップはアディロンダックスプルース、でサイドバックがちょっと先ほど軽くお伝えしたんですけども、アフリカンブラックウッドっていう木材を使っています。ローデンは結構アフリカンブラックウッドのギター多いんですけど、他あまりアフリカンブラックウッドを使ったカスタムって作られてるメーカーさん少ないと思うので、まあ、一体どんな木材なんだろうとか、どんな音がするんだろうって思われる方結構いらっしゃると思うんですけれども、ね、アフリカンブラックウッドはすごく硬くて、で結構重たいです。アフリカンエボニーとかって言われたりすることもあるみたいなんですけれども、まあ、エボニーとはその蚊は違う、アフリカンブラックウッドは、マメ科なのでローズウッドの仲間になるんですけれども、でも本当にねエボニーに結構近いぐらい真っ黒で、こういった重量も結構しっかりしてるっていう風な形になりますね。で硬質で重いんで音にも特徴がすごく出てて、やっぱり倍音感がすごいですね。ローズウッドの比ではないぐらいすごい倍音が出ます。特に硬質でカリカリした倍音も出ますし、低域も結構出る。ただそれでも剛性が強い木材じゃないみたいで、ちょっと柔らかいんですよね。なので音的にはガッチガチの音ではなくて、やはり柔らかみのある豊かな感じの音色っていうのが出るようになります。特にまあアフリカンブラックウッドは、ギターとかそういった LM の、楽器に使われるのは結構少ないんですけど、木管楽器ですね、クラリネットとかだったと思うんですけれども、
確か、そこではグラナディラって、アフリカンブラックウッドじゃなくてグラナディラって呼ばれるのが一般的だと思うんですけど、そういう、まあ吹奏楽に使われるような、クラリネットとかそういった、木管楽器に使われる木材という形になりますね。なので、これとか結構サップがしっかり出てて、しっかりというかここにあって、かっこいいんですけど、木材自体はものすごく高級な木材になって、大抵この仕様になると高くなります。はい、そういったアフリカンブラックウッドっていう木材をこれをサイドバックにローデンは使っているモデルですね。で、ネックはマホガニー、ただ、3ピースの構造になってます。なのでかなりがっちりしてて、弾いてる時に例えばマーチンとか、ギブソンもそうですね、こう弾くとここって結構震えてきて全体的にワッと広がるような感じの、そういったバイブレーションになってると思うんですけど、ローデンはネックはあんまり揺れないですね。でネックに、ここがこうね、ブリッジに振動がいってここからこう派生する、もちろんこっちも行きますけど派生するというふうに見たときに、ネックが揺れるっていうのはある意味振動がロスしているっていうふうに捉えられる、特にルシアさんとかそういう考え方の方多いですけど、ネックに振動が、いくっていうことはボディに鳴らすべきエネルギーがネックの方にも拡散されるっていう考え方の方結構いらっしゃいますけれども、ローデンは本当にネックがね結構がっしりしていて、弾いててもネックの揺れっていうのはもちろん揺れてますけれども、アメリカのギターに比べてはさほど感じない。その分ボディに全部のパワーがいくようになってて、ボディの鳴りっていうのがブワッと出てくるような感じ、そういう風な感じに設計されているような気がしますね。はい、で続きなんですけれども、ヘッドの付き板、裏側こうやって黒くなってて、これエボニーですね。これはエボニーで埋められているのと、ペグは、後藤の510、嬉しいですね、日本人として後藤の510が使われています。で、ブリッジ、こちらはマダガスカルローズウッドで、シマはもうエボニーですね。で、50っていうのはフラッグシップ、一番高いローデンで言ったら、1、2で高いモデル、全て、マスタークラスの木材で作った最上級のものですよという位置づけがローデンの50というシリーズになるので、木材は全てきれいなものを使われているんですけども、バインディングもこれはタスマニアンブラックウッド、これは南半球の、オーストラリアとかで取れる木ですね。タスマニアンブラックウッドのフィギュアードが入ったものを使われています。ロゼッタもこういう感じですね。ロゼッタも3号とかと違って50はこういう、ウッディーな仕上げになっているというのが特徴だと思います。はい、で、音の特徴なんですけれども、ちょっと軽く鳴らしてみますね。やはり倍音がすごい豊かっていうのと、プレーン弦がすごい前出ますね。で低音ももちろんですけど、これだけボディ容量、これ F っていうボディはローデンの中ではちょっと真ん中、 S と F と O かな、で F が真ん中なんですけど、ボディの大きさも、テイラーのグランドオーケストラって言われる314とか414とか、ああいったモデルよりも少し大きく作られているので、やっぱり容量はすごくあります。なので低音っていうのはすごい豊かに出ますし、ただ広域のやっぱり前に出る感じ、広域のパンと出る感じっていうのもすごい気持ちいいですね。なのでやはり、ストローク系、歌物系の、楽器として買われる方も、当店のお客様にも結構いらっしゃるはするんですけれども、やっぱりフィンガー的に弾いた方がギターの旨味というか、そういったポテンシャル全部引き出せて、使っていただけるのかなっていうふうにやっぱり弾いてて思いますね。はい、で、アフリカンブラックウッドは先ほどお伝えしたみたいに、硬くて倍音がよく出る、
ただ結構しなる、その合成っていうのはそんなに硬めじゃなく若干の柔らかめにある木材なので、本当にね絶妙な、音のバランスをしてるなっていうふうに弾いてて思うんですけれども、これね多分ねトップ材が今このモデルに関してはアディロンダックスプルースがトップに貼られてるんですけど、それが多分すごくいい作用になっていて、アディロンはやっぱり若干音太めで、一回こう入ってエネルギーをちょっと吸収してからバンと前に出すような特性を持っているので、なんていうんですかね、あのこのシリーズでサイドバックが普通にこのアフリカンブラックウッドで、トップが、ヨーロッパ産のスプルース、イタリアのパインスプルースを使ったモデルっていうのも引いたことあるんですけれども、それはやはり、すごい立ち上がりがすごい早いんですけれども、若干ね、ハイが、ギラついて聞こえるかなっていうような感じがあったんですけど、これ多分アディロンだからでしょうけど、ちょっと太く出ますし低音もしっかり出るので、すごい絶妙なバランスで、本当に美味しいところを全部、音域として持っているなっていう風な感じに仕上がってますね。うん、やっぱローデンいいな。はい、ローデンって、多分もそのブランドの音っていうのがすごいあるので、ギターが好きな方からするとやっぱり1本持っておきたいブランド、そういう風に、まあ取られる方多いと思うんですが、すごく、理解できます。本当にそういうブランドだと思いますね。先ほどもお伝えしたみたいにやっぱり鳴らし方っていうのがアメリカのギターと全然違うので、そういった面では、まあ、ローデンしか出せない音っていうのがかなりあると思います。特に、まずローデンってほとんどサテンフィニッシュなんですよね。これあのシャカシャカシャカって聞こえるかもしれないんですけども、まあ、グロスフィニッシュをしてなくて、まあ、サテンの最後の仕上げになっているので、なんていうんですか、すごく素朴な感じの木材本来がパーンとなってくるオープンな音になるんですけど、基本オープンな音だと音の線とかも若干細くなったりとか、しっかり音が出ないっていう風なこともあるんですけれども、多分これはもう作りなんでしょうね。まず木の厚さが、まあ、すごく厚く、まあ、作られているのと、かなりがっしり作られてて、ボディも大きい、木材自体も結構分厚くで取られてて、がっしり作ってあるところにこういったネックが、震えにくいような作りになっているので、やっぱりねパワーがすごくあって、ものすごくがっしりしたものを大きなパワーでバーンと鳴らした時の音、そういった感じの雰囲気ですね。なので結構もうボディを薄く作って全体的にバッてなって柔らかくファッと上がっていくっていう風な音よりは、どちらかというと堅牢でがっしりとしたところにしっかりとした音の芯の太さを落としていくような楽器、そういったものがローデンなんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと分かりやすいか分かりにくいか分からなかったんですけれども、一応動画での紹介は、こちらは以上になります。あ、ちなみに、ネックのことを結構ローデンは問い合わせを聞かれることが多いんですけれども、これまずネックのナット幅なんですけど 44.5mm、のナット幅になります。で、意外と12フレットとかこの辺になってくるとどんどん太くなるんで、ハイポジションがものすごく、なんていうんですかね、最近はここから幅があまり変わらずに、この12フレット下のヒールのところまで来るっていうのが多いんですけれども、そういう楽器ではないです。意外とここは広い。なので結構がっしりした、ギターですね。まあ、それがこの音につながっているので、それはまあ、弾かれる方にとっては一長一短なのかもしれないんですけれども、ネック自体は結構がっしりしています。ただまあそんなにめちゃくちゃ太くて弾きにくいっていうわけではないと思うので、大抵のまあ、いろんなギター持ってらっしゃる方からすれば別に難なく弾いていただけるものなんじゃないかなというふうには思います。はい、で、まあ、ちょっと中古っていうことで状態の方を簡単にご説明したいなと思うんですけれども、ネックはもう完全にストレートに仕上げてあります。こういったふうに調整してあって、12フレット上で6弦側が約 2.、今6ぐらいですね、で1弦側が 1.7 ぐらい今セッティングしてあります。もちろん、こんな風に調整してほしいっていう風な方がいればそのように、対応させていただくんですけれども、個人的にはあんまりローデン下げない方がいいかなと。まあ、2ミリジャストとか2ミリ切ってくるぐらいのセッティング、まあ、もちろんできるんですけど、やっぱりねある程度のパワーがあって今この音っていうのが出力されるっていう形なので、弦高調整に関してはあまりガチガチにシビアにせずにある程度パワーを持たせた方がギターとしてはいいのかなというふうに思います。
プラス、ちょっともう今動画内ではちょっとできないですけど、ドロップチューニングを多用される方、ダドガドとかオープン D とか、結構ソロギターで弾く方は多いと思うんですけど、そういう方に関しては、ローデンは、ダウンチューニングにめちゃくちゃ合います。ダウンチューニングした時の方が音量がでかくなると言っても過言ではないぐらいダウンチューニングにはバッチリ合うので、やっぱりフィンガースタイルでドロップチューニングを多用したいような方、そういった方には、まあ、相当、合うんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ、こちらのギターも何かいいギター1本欲しくてフィンガースタイルで弾きたいなという方は視野に入れていただければなというふうに思います。あ、お値段はすいません、お値段なんですけど、これは中古で79万円プラス消費税になります。新品はもちろん100万円超えてくるような高級ギターになるので、なかなかちょっと、まあ高くて、まあ、自分だったら絶対手が出ないなっていう風に形に思うんですけど、中古でこれだけ綺麗で79万円までプライスが落ちてるっていうのは結構珍しい個体だと思いますね。はい、あんまりローデの中古ってそもそも個体数少ないですし、これだけ綺麗な状態で、しかもこういうアフリカンブラックウッド、アジロンっていう魅力的な組み合わせのカスタムっていうのはあまりないかなと思うので、まあ、ぜひぜひこの機会にチェックしてもらえればと思います。はい、では、動画のギター紹介第3弾、今回はローデンの F50 のアディロンダックスプルース、アフリカンブラックウッドの組み合わせのギター、こちらのギターを紹介させていただきました。他にも何か、問い合わせ内容があればいつでも、コメントないしは、お店宛にお電話メールいただければと思いますので気軽に聞いてください。はい、それでは、ありがとうございました。第3弾終わりたいと思います。では次回にもご期待ください。ありがとうございました。